はいどうも、テです。星のドラゴンクエスト、やっていきます。出陣鋼の親衛隊伝説級、大々コラボの中編ハドラ以降のやつをね、ポンとやっていこうと思います。マルチでね、ではちょっと募集します。食べ物何がいいんだろうね。とりあえず今スープも出してるんだけど、スープで大丈夫かな。なんかホットケーキとかさ、麻痺とかさ、なんかあるじゃん、かき氷とかさ、そういうのの方がいいんだったらよろしくお願いします。あ、ちょっと待って、スタンプ。よろしく。まあね、伝説級だし、多分簡単だと。音が切れた。ちょっと待って、音が切れた。ちょっとね、音復活しないので、そのままいきます。なんかポップなミュージック流しとか、ポップなミュージック。何こいつヒムダサくない？戦いの大霊の型、そういうやつなんだろうね。メタルボディ的な。チャージクラッシュ5。ハゲオタあるんだ。ハゲオタ大丈夫。チャージ効かない。あ、強っ。あれも大々のさ、キャラクターなのかな、今出てたの。大々あんま知らないんだよね。いや、いって何こいつ、めっちゃヤンキーじゃん。抜けちゃったし、サリー君。あ、て。はい。3、4、あと一発。仕留めてくれ。よし、オッケー。意外と強かった。思いのほかなんか痛恨連打してきたから、サリー君心折れちゃったじゃん。「さぜ」って言ってくれたらいいのに、抜けなくても「さぜ」。あ、お疲れ様。はいはい。ってなわけで、エテポンゲです。よろしくお願いします。音戻してきました。次はなんだ、交えたやついきましょう。大々コラボ中編の伝説級のヒムの次、これ交えた刃の導いた絆伝説級。ちょっと報酬でさ、ジェムないかな。ジェム下の方ないな。ジェムがないな。あったけども1個だけ100だ。できればね、今メタスラセレクション中にもうあと1回、あと10連1回だけなんとか引きたい。盾が欲しい。はい。ではこれ、ちょっと募集します。揃いました。エテとバトマス70、マモマス84、スパスタ85、よろしくお願いします。行きましょう。よし。とりあえず道中は倍速かな。道中倍速でいこう。お願いします。アクレモントーキーガンテス。この幕末の人の剣、あれだよね、闘神シリーズの剣かな。闘神の人たちかいね。闘神シリーズの剣だね。はい。なんやかんやけどやっぱ武器もさ欲しいかもしれない。盾って言ってるけど、盾とは言うてるけど、それこそね、ルビス剣とかね、全体攻撃で効果力出せる武器が欲しいよね。剣とかって今のところ一応持ってるのはその王者の剣とか、その稲妻の剣とかさ、ハグメタじゃない、メタスラの剣とかさ。だからまた音が消えるバグ。また戻ってきた。おかえり。けどそのうちさ、メタスラ剣もさ、ハグメタ剣にそのアップグレードする錬金来るでしょ絶対。それ次第かな。それでなんかさ、全体斬りみたいなさ、一戦斬り的なさ、やつがつきゃさ、水星一戦斬りみたいな、もうすぐメイン武器健康だわ。もうこのオリハルコンはもう引退だわ。ただやっぱ武器のさ、スキルをこう取り出すのがね、どうしてもできない、もったいなくて、なんかもったいない精神がさ出ちゃうんだよね。武器もし壊した武器が次錬金でさ、なんか強くなったりしたら嫌だなって。またあ、今回のシリーズこのメタリックシリーズなんだね。さあ歌っていこう。だから全員多分硬いんだろうね。ってことはやっぱ魔法系でいった方がええのかな。あ、けどそれでも結構入ってるね、抜群で。チャージクラッシュ間に合ってボン。オーケー、ありがとうブローム。強えな。回復頑張って、回復頑張って。これ敵じゃん。クロコダインって敵が仲間になって出てくる。胸熱じゃないねそれは。あ、やばい。あ、やべえ。やばい。ブローム2発続くくるこれ。あ、やばいかもしれない。あ、そう、あ、違うブロームだった。違うブロームだ。なんか別件のブロームだったわ。ビビらすなよほんと。ゲージ割りの時は全体ブロームで、そのゲージの今溜めようとしてるブロームは単体のシールドブロームってことだね。なんだそれ。なんでそのブローム違い。そういえば相手最近インしなかったけど、新しい錬金来てたりするかもしれないな。後で見とこう。このブローム単体ブロームで全体ブローム、足ブロームだった。なんでそれ。何種類あるんだそれ。名前変えろ。さあ、ゴンで決めちゃってくれ。ゴンでゴンを打たないまあいいんだけどさ、ありがとうございました。お疲れさん。レオナヘア。レオナの服下。シャドウ系呪文コツ、微弱、眠りガード、プラス弱か。まあ見た目装備だね。うん、どうやら。見た目装備もね、結構いろいろ、その、いい見た目のさ、装備あるからさ、どんどんさ、あ、これもいいな、あれもいいなってどんどん置いていったら、ほんと倉庫圧迫するからね。本当はだって代々の装備全部置いときたかったけどさ、もう倉庫パンパンになっちゃったから、もう売っちゃったよ全部。はい、てなわけで伝説級の誰、今のブロームブロックブロックでした。はい、次ちょっとスタミナがもうないんで、回復したら順々にやっていこうと思います。はい、錬金確認させて。錬金なんか出てるっしょ絶対。それこそメタスラ圏の錬金実はもう出てる説ない。グリンガムが出てるやん、マジか。仲間全員 HP は30回、行動時に HP20 ずつか4回発動。やばくない？結構いいじゃんこれ。グリーンガム持ってる上で。で、黄金の爪もグレードアップするんだね。王家の魂。150回復で 40% 上げて。やばくない？強っ！強っ！メタスラ圏はまだ来てないみたいだね。うん、頭とか。うわ、闇シリーズ来た！闇シリーズ来てる！結構持ってる絵で、闇シリーズは。おー。いいじゃん？盾ミラクルシールド、なんか、ねえ、来ないかな、ミラクルなカゴみたいな。はい、来ません。はい、てなわけで今回は大々コラボダンジョンでした。ご視聴ありがとうございました。